ありがとうございます。今日なんですけれども、シークレットボックス入りのサーナジー X を使っていこうかなと思います。この構築は先日のリージョナルボルチマーの方で優勝された方の構築となっております。一般的なサーナイト X であれば、エーススペック枠がアンフェアスタンプかハイパーアルマなのですが、この構築はシークレットボックスが採用されていると。手札を3枚トラッシュすると使えて、山札からグッズ、道具、サポート、スタジアムを1枚ずつ手札に加えると。これによって、サーナイト X に早期にアクセスしやすくなって、不思議な目もあるということで、先行2段目からサーナイト X に進化して攻撃していくことが可能であると。さらには、キチキス EX も入っていて、キルリアが複数並んでいない状態でも山札を引くことができて、展開していくこともできるというふうな構築ですね。というわけで最初に行ってみましょう。ドラゴン出してカウンターキャッチャーで2ターン、ターンを、渡しちゃって、そのせいで逆転したのね、サナが。で、3本目はもうドラゴン側が先行取って事故って負けたっていう。ドラゴンはね、ほんと先行取って2ターン目から殴り出せばいいっていう考えなんだろうね。おそらく、その叫ぶ尻尾にエネルギーを、チャーム込みでエネルギーを何枚だ ?6 枚貼って、6死24出るから、っていうプランなんじゃないかな、ワンちゃん。だと思ってる。でも、有利つくんかな。有利あんまつくイメージないけど。ムンキプラスサーナイトで220は出るけど、そういうゲームなのかという話もしたい。なんか微妙に強いな。微妙どころかめっちゃ強いな。ヒヨクリバレでまた勝ちました。構築変えた？ヒヨクリバレット。今使ってるルギア生き物24。24？ 21 ぐらいじゃない ?24 やべえな。マシマシじゃん。強い人の発想わからん。それな。この人ね、EUIC かな ?NAIC か。NAIC もサナ使ってたっぽくて。ムンキは、まあ、おそらく何があっても使うけど。いやーこれ、エネルギーあったらクレフィー前でね、止めれたんだけど。エネルギーねえんだよな。まあ、ないからもう全部これでいいか。やばいな、何も見てない。まあ、なんじゃも撃たれたこと考えたらこんなもんかな。ボルチマは2300人いたらしいよ。すごない？リージョナルで2300人って。今年のインディアナポリスとかも一応2300人いたけど。普通にさ、IC 並みじゃない？宿場はとにかく雨入ってない普通のアンフェアサナが先行の理由ってクレッフィー。いや、普通にサポなんて引けるわけねえから。エボとエネルギーなんて引けないから。ラルトス展開して2ターン目から展開した方が強い。普通に。ちょっと机上の空論すぎるかなって思う、高校は。ネオラント入ってるんだったらわかるけど、ネオラントもなしで、高校取る理由はわからんな。まあ、確かに高校デッキに高校取りたい説もあるけど、まあでもそう、高校デッキって大体、クレフィ出せば止まるから、器2枚か3枚、エネルギーが9枚あって、大体クレフィ出せるから、まあさすがに先行クレフィが強すぎるね。今クレフィ入らん構築はほぼないね。クレフィハブ神が搭載って言おうと思ったらこれ入ってないんだよね。クレフィのハブ神も。面白えな、マジで。これは、まあ、イキリンコ倒すか、いや、このターン全然倒せるんだよ。何がおもろいって。まあ、ここかな。ここか、まあ、チャーム不安定が2択。一旦、お前切って、まあ、エネルギー1枚落として貼っとくか。ごめん、アクエネなかったわ。ムンキよかった出さなくて。アクエネない？アメが何枚？アメが、アメが1枚。宿母引いたらあっちいいけどな、これ。とりあえずキルリア1枚欲しい。まあ、2枚でもいい、全然。2枚でもいいわ。なんなら3枚でもいいけど。不安ティー。不安ティーなぁ。チャームあるから、まあ、正直、叫ぶ尻尾エネルギー5枚よりは、チャーム不安ティーエネルギー4枚の方が多分ハードル低いと思うんだよな。で、まあまあ、普通にエボでもいいからこうやっといて。まあ、殴れたら殴るからさすがにエボかな。よほどの動くことしない限りは、エボでキルリア展開の方が強い。多分、絶頂入ってんだよ、これ。そうそうそう。ドラゴーナのお助けベル入れたらこう取ってもいい。ああ、面白いね。お助けベル。やべえ、あるめちゃめちゃあるんだけど、これ。強すぎるんだけど、このデッキ。このデッキ強すぎません？いかれてんな。ガチ行かれてる。はい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 。待って、ごめん。これさ、ポケストップからじゃない？もうポケストップからか。ごめん、自分間違えたわ。間違えました。許してください。何でもしません。まあ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 。ちょっとこれ吟味するな。吟味したい。チャームはある。スタジアム持ってくる。サポート持ってくる。あー、まあ殴れはせんか。だったらエボで別にええねんな。宿坊打つかどうかまで怪しくね、これ。今張りたくないもんな、あいつ。今張るよりは後で張って、なんじゃも後にバリュー高くしたいから。手札全然大丈夫。おとなしくエボにしましょう。で、サナは進化しないね、さすがに。もったいねえわ。サナから取られることも多分10中8ないけど。ないけども。カウキャ2、ボスアイオの11、サナが2、オッケー、十分っす。サナ使われたら強いと感じるけど、自分使ったら弱い。いや、使われても使っても強えよ、サナイトは。シティドラゴル出てライコンに勝てたけど、ピジョリザに4エネ、8巻き火炎幕に負けて終了した。あー、うまいね、それは。ドラゴ、でも何がすごいってさ、ティア1ドラゴがさ、デイ1 17% だったじゃん。デイ2も言うて 16% ぐらいあったんだよ。ティア1が、まあ、しっかり、WCS でめっちゃ強かったって実績があって、ある程度の人数がいて、デイ2人減んなかったから、やっぱドラゴすげえなって思った。メタ対象どう考えてもドラゴやん。第1メタ対象がドラゴだから、ライコは多分なんとなくメタられてる気するよな。ドラゴメタルついでというか、勝手に死んでったじゃん。ほんとドラゴにしか多分食えなくて、まあ、ドラゴがま頑張れば勝てるし、儚く散ってったね。チャームファンテ240。これペパー打つ、まあ、別に打っても打たなくてもいいか。これ宿坊持っといてもいいな、ワンちゃん。ドラゴ環境でサナが優勝すごい。それな？いや、そうなんだよな。実際。マナフィーなしだし。でもこれ確かにマナフィー入れるより先行にダメぶん殴った方が早いよな。そんな気もするわ。まあ、ドラゴ対ライカはそう、かかり座落ち着けなんじゃもしかないけど、正直。まあ、でもきついよな。BO3 だと多分、8割ぐらい負けだよね。
エネ切って逃げるとダメージもったいないんで、これ不安定前でいいかな。もうマナフィーすらノイズ、まあ、ノイズというかドラゴン以外に使わないっていう考えでしょ。いやこれ切るとこどこ、博士いらんな。ポケストップからでいいか、サナたくさんあるし、よっこいしょ。いやー待って、チャーム落ち着いてるわ。まあ、でも、ここと、ここと、ムンキプラスでここ倒せば俺だから、まあ、別にいっちゃいいかな。切るカードないんで、一回、博士アイオのペパー切る、これ。博士アイオのペパー切り。本部来たらシャバいもんな。今のうちに引いとくか。でもさ、これ、サーナイトを持ってくる。あ、タンクでもいいけど、器も欲しいんだよ。器も、4枚ないとワンパンスできないから。いや、これミスったな。チャーム落ちること想定しなかった。すいません。大変申し訳ございません。ね、そう。ムンキは出さないんだよ。叫ぶ尻尾出すから。なんじゃも多分打ちたい。待って。ここと、ここと、ここ切って、確定するかも、これ一回。ツールはない、スタジアムがある、スタジアム多分貼っていいかも、貼るか。貼って、なんかいらないカード持ってくる。これ、これ。いや、これなんじゃもしかないやんてか。じゃあ持ってこんでいいな。なんじゃも切るわけにいかないんだよな。いや、もうパルバット打つ。なんじゃもバックしてもいいか、これ。叫ぶ尻尾出すから、どう考えても。あれ、叫ぶ尻尾ないじゃん。どこ？ないんかい。てか、お前、敗北切っちゃった。待て、間違って敗北切っちゃった。ごめん、単価か、これ。単価やな。あー、エネルギー引かないことはないけどさ。引かないことはないけど。大体引くけどさ。俺むずいな。全然違う感覚が。もうキチギギスあんじゃん。引いちゃおっかな。そうか、お前もあんのか。おもろすぎるやろ、これ。何これ。まあ、どう考えてもエネルギー1枚くらい引くんで、ちょいねくれ。さすがに。そう、引かないわけないんで。おもろすぎない。てか、相手前々残し。アグレッシブだね。そうか、ごめん、ちょっと、フェザンディフィティ忘れてたわ。あと、月光がもあんじゃん。月光が使ったわ。え、使ってない。なんでお前。あー、これの影響受けてんのか。一応これね、逃げ用に持っときたいんだよね。叫ぶ尻尾持ってくる。キチギギス月光が逃げ用にエネルギー持っといては損ないから。損正義だから。まあ別にクレフィーとかキルリア切っていいかな。配合もぶっちゃけいらねえしな。山うっす同人誌やん。薄すぎて。すげえ、雨いらんねえ。宿坊いるか？いや、宿坊は見たけどすごかったよ、マジで。めちゃくちゃすごかった、宿坊。なんならその、対ドラゴだったんかな、見えたの、宿坊。全然見えなくて、3試合目の最後ら辺に見えて、マジってなってた、実況も。そう、ペラペラよ。さすがにでも同人誌、10ページぐらいはあるか、紙の枚数でいくと。おい、とりあえずアクエネ欲しい。アクエネがないと、ちょっとめんどくせえっちゃめんどくさい。こいつがインパチしか出んから。はい、あざっす。まあ、どっかパルパ、そう、パルパットで、フトゥーバックして、アンタラカンタラやな。薄くてもこだわり詰まった同人誌だと。まあ、別に薄いことに関して、文句は言ってないんだよな。シティベスト8。あー、それは悔しいっすね。シティ9位。4-2?4-2 じゃ仕方ねえよ。ぶっちゃけ。お前がもし5-1だったら、かわいそうだけど、多分5-1で9位ってないよね。64人で5-1、9位ってありえなくない？多分。多分4-2っしょ。じゃあお前が悪いよ。かわいそうか。まあ、4-2って上がる方が少ねえかな。4人上がれた方がラッキーだから、上がれなくて当然なんだよ。そう、隙を落とすことはね。普通に殴られて笑った。まあ、ええか。やべ、山薄いの最高だな、マジで。僕がどうやったら上手くなれる？今はマジで上手い人のプレイ見るが一番早い。自分で一人で黙々と練習しても絶対に、ね、上手くなんないから、一人で上手くなるんだったら、上手い人の動画を見る。友達がいるんだったら、まあ、後ろから見てもらうで、いろいろと吟味するが一番いいかな、おそらく。従来のサナはカウンターやったけど、これは自分からサイドを取っていく感じ。そう、アグロアグロ、めちゃくちゃアグロ、アグレッシブドラゴン、アグレッシブドラゴンオブドラゴン。もう山がないんよな。おもろ、買うキャなんて使う。アイオのヒマラシ打ってもいいか。ヒマラシ打ってやってもいいな。フトゥーアイオの戻し、これフトゥーアイオの戻し、フトゥーアイオの戻し、アイオのから、あ、ごめん、ネスト空打ちしてよかったんごねえって話する。まあいいか。いや、そしたら山減らしすぎまであるか。まあちょうどいいまであるか、これちょうどいいなんてことはあるのか、果たして本当に。うん、ちょっと空打ちした方が良かったな、これ。どう考えても。本人もそう、ターボ、サーナイト釣ってるから、ターボ、ターボ。ガンガン行け、ガンガン。ギャンギャンに行こう。と、超枠持ってきて。ジュリアのそんなカッコアンフェドどっちがマシやすい？まだ1回目だから分からん。賞味。ほぼ誤差。これ、超切っていいかな。普通あるしな。貼ってもいいけど、まあ、ダメ感2個乗っても変わらんのよな、これ。引くか。だから、サーナイト使いたいけど、あんまり待つデッキ苦手だなって人はおすすめかもね。かなりアグレッシブだから。そう、だってこれ、マジで早いターンに山なくなるんよ。博士まで入ってくからさ、すごいすごい。山のなくなり方が、えぐいんよ。別にええやろ。うん、別にええやろ。これ、だからチャーム3枚か。叫ぶ尻尾でワンチャンこれ、2枚取り2回ぐらいするな。うん、はいはいはい。なるほどね。面白。あんま負ける気せえへんな、これ。前は倒されるけど、まあ、普通にサーナイト裏殴ってムンキで勝ちだし。勝ちやな、オッケー。唐揚げ3個入りで尻尾を不安って雑に連打できて偉い。そうなんだよな。チャーム3がさ、まあ、どう見てもアグロだよねっていう見た目してない？見たけど配信、結
構先にで殴ってた。先にのサーナイト進化率エグかった。これどうすんだろうな。ドッキリとこねえわ。山も確認してから本当は撃ちたいから。でも出来バレてんだけど。はい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 。てめえね。ああ、悪くないのかな。エネルギーは手バレしときたいんだけど、これ。山確認いきますか。一応これクレフィ前するとめっちゃ止まったりする。これ次さ、殴れるんだよ、前。サーナイトが。サーナイトが前殴れて、ワンチャンムンキーも貼れるんだけど。サーナイト、違う、ラルトスか。サーナラルトス、アイオノ、チャームチャーム。一枚わかんね。違うんだよな、山確認は日本が難しすぎるだけやねん。なんでさ、あ、今度はポポ60来た。こんにちは。日本はね、デッキ並び替えができないのがちょっと、キモすぎるよね、山確認。大変すぎない、あれ。なんで意味不明だよな。帰れていいと思うけど。そう、クレフィー前が一応あったんだけど、ファンコールケアで。自分の次がさ、月光が使えなかったじゃん。月光が使えない状態からスタート戦闘あかんかかったから、そこがあんま好きじゃなくて。宿坊だからってスタジオ入れたくなっちゃうのって弱者の発想？まあでも普通はそうだよ。俺もそうだよ。普通はそうじゃないか。すごいよな。スリーベルと同じぐらい無駄な時間。ほんまにそう。そもそも山が、並び帰れたとしても、意味わからんよ。そもそも。マジ虚無な時間よ、あれは。ほんまに。ほんまに虚無。叫ぶ尻尾殴り。殴れるね。叫ぶ尻尾、ここでもいいな、別にな。ここでいいな。こいつが一番キモいから。エネルギー2枚でいいから。一旦ドローしてもいいかな。あんまり敗北使いたくねえんだよな。まあ、どうせ使うんだけど。その分ずるじゃない？いや、まあ、サナカアメでよかったから。ほぼ同じ。これは、ペパーだと、叫ぶ尻尾が出せないんだよな。叫ぶ尻尾が、ペパーで叫ぶ尻尾もあんま強くなくて、サーナイトが殴っても多分ワンパンされないか。サーナイトが殴ってもいいか。サナが殴るんだったら、まあ、正直ペパーポフィンぐらいはしたいかな。アルパッドがいらない説はあるな。ペパー、チャーム、ポフィンポフィン、次アイオンから入って、うんたらかんたら。なんじゃもはね、ちょっとね、夢見すぎなんだよ。そう、俺も夢見たいと思ったんだけど、多分夢見すぎって怒られちゃう、それは。ここエボじゃないね。いや、エボでもいいよ、別に。別にエボでもいいよ。いや、悪くないと思うけどな、このプレイ別に。やべ、ネストねえわ。ネストじゃん、1枚。いやー、これ、ハイボだと切るとこないな。ハイボだと切るとこねえわ。じゃあ、こうか。いや、別これ殴ってもいいけどな、正味。倒されんやろ。世のワールないから。殴んね？次、なんじゃもあるし。殴りてえから殴ろう。せっかくだし。不安定でもいいけど、まあ別にいいかな。よいしょ。うん、220しか出んもんね。負けん気とかあったらワンチャンまずいか。負けん気あったらまずいか。単価手張りはしないけど、さすがに。もったいないから。これで封印石入れたいけど、強い部位ないのジレンマすぎる。まあ、さすがに入れないわな。そう、ターボだから殴んべ。その通り。セイラセイラーラセイラー。一番欲しいカードは、ネスト。ネスト募集。ナイス。さあ、負けん気全面展開って言うてむずいっしょ。あるとしても。あったらまあまあまずいけど。いや、ネストあったら絶対叫ぶ尻尾だったんだけどな。まあ次、チャーム不安定やな。チャーム不安定エネルギー微妙に足りないか。まあ、引くやろ。月光があるし。1枚ぐらい。2枚か。2枚でキルリアも重ねたいから。ロット。ロットはね、アクエネ戻したいんだよね。1枚だけ戻すのさすがにシャバいから。行かれるこれ、負けん気。行かれるな、負けん気あったら。負けん気入ってるか？さすがに入ってねえと思うんだけど。まあ、次デボで倒すぐらいでしょ。ワンチャン。あ、デボじゃねえわ。ボムか。240だから。1しか耐えてねえ。サマヨルでワンパンされんじゃん、これ。やるじゃん。まあまあ、でもね、1、2交換なんで。かまへん、かまへん。ネイティオドラパのエスペって何がいい？プライム、オアアンフェア、オア決勝。まあ、決勝でもいいんじゃない別にワンチャン。どうせペパーは入るんだし。いやでもこのデッキで待つわけにいかないよな。構築が待っちゃダメって言われてるもんね。あー、ラッキーか？それラッキーかもな。だったらレトス出しとくか。出しといてもいいな。まあでも倒せはするもんね、相手してね。倒せはするって話なんだろうけど、サイドをガチガチに取っちゃえば関係ないから。それは、アクエナ戻しポフィンやな。キチギギスまで出したいから、こうやって、こうやって、ね、こう、こう、キチギギス、キチキギス強これ。どうなってる？運気出したい？いや、関係ないな。アクエネ手張りできるかなんて。わからんから。はい、4から。キルリア一面は立てたいっすね。さすがにね。立てれるね、確定で。順番がわからんけど、こっちからか。いや、月光からでいいか。待って、エネルギーがさ、一応これ2枚足りんのか。だから、ワンチャン落とせない可能性あるから、配分あるから、さすがに大丈夫で。アクエネじゃない。欲しいのは。こうやって、引かなかった。で、あれば器使うしかなくて、なんだ？アイオノこれ使う？ドロー少ねえもんな、多分。相当。2、3枚でしょ？ 2、3本異病本でしょ？なんじゃもう、スクリームテールは、2回爆発したら、最後、叫び尻尾前で勝ちだから、欲しい。ポフィンがいらんか。だから、ポフィン、アイオノ、クレフィーか。ポフィン、アイオノ、クレフィー。で、まあ、カクテル器じゃん？器、エボ、なんだろうな。ボスで勝つことってあんのかな？サナが立てば、ボスいらないから、叫び尻尾で勝ちだから、マナフィー入ってんのかな？まあ、ワンチャンボスか。んで、こうやって、こうやって、あれこれ微妙に切るとこねえわ。微妙に切るとこがない。ムンキいらねえか。ムンキいらない？アクエネ切るか。戻したけど。チャーム不安定で勝ちだから、アクエネでいいか。これでエネルギーは足りてますと。オッケーです。美しい。マジ美しい、このデッキ。これはちゃんと貼っときますよ。せい。
あの、倒されるか分かんない状態で貼るべきだね、これは。どう考えても。相手がワンチャンここ落としてきたら、あの、嬉しいから、早いターンで貼るべき。一応。落としてきたらラッキーじゃん、これ。この変わらんか。まあ、でも多分先に貼った方がいいな。まあ、そうなるよね。自分じゃね。相手だってどう考えても、スタジアムはあいつだからね。ゼロエリアだから。エリアゼロか。で、ボム使ってきたら、残りサイドが2か1でしょ。2か1だから、まあ、これでいいんじゃないかな。そう、相手のミスを誘発させるのがポケモンカードの醍醐味だから。ほんまにそう。いいね、アグロ。たまんねえわ。さっきプライム結構ありがたかったまであるかな。ここってさ、ボムボムしても倒れないよな。あ、ボムボムは一応落ちるか。でもまあ言うてやな。あ、ボムボム、フェザンディピティブライヤーで負け？いや、無理やろ。何も。いや、チャームないんかい。は？アイオノラルトス？おい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 。お守り引かんかったか。いや、ボスで勝ってるかな、じゃあ。ボスムンキーやん、そしたら。落とし方ミスった。アクエネこれ必要か。アクエネ必要じゃん。いや、ペパーキルでよかったんかな。あ、そう、スイーパーが一応ある。スイーパー爆発、うんたらかんたらが。タンクあるけど、サイドは逆転せんやん、これ。多分。サイドは逆転せんから、買う気は打てなくて、ちょっとミスったな。まあ、だから相手が結局その、こっちでさ、マックス打点って190やん、サナの。190で。これ何が良かったんだ、じゃあ。チャーム引かない前提だったら何が正解？このターン、ムンキ出しはできないもんな。フェザンディフィで出さんといかんかったから。まあ、出さんでも良かったけどな、ワンチャンこいつ。いや、でもエネルギー機関可能性あったから、まあまあ、正解、あってはいると思うけど。チャームがないと、チャームがないんだったら、そう、こいつがマックス180じゃん。あの、チャームナイト。こいつ190で、サナの方がでかいんだよ。で、叫ぶ尻尾が160で、意外と打点が低いっていう話はしたい。その通り。ムンキ前混乱ぐらいはあるのかもな、もしかしたら。あー、では結果俺かな。何それ。エネルギーってあるっけ ?1、2、3、4、5、6。1枚あるか。1枚だけ存在します。いや、これ1ターン目ポッポ倒したらな、このピドットなかったから結構楽だったんだけど。まあ、倒されたらでもきちきち発動するんで、買う気入ってんのかな。まあ、さすがに1枚入ってるか。プライム1買う気1ぐらいでしょ。入れ替え手段が多分結構なくて、このデッキさ、なんだかんだこいつ前とか、こいつスタート、こいつスタート逃げらんくてキモいやん。ボムパルキアは、ミュウとか、月光ガとか、全然逃げれるから、逃げれるし、アタッカーになるからいいんだけど、さあ、どう爆発する？いや、これ全然負けれるな。これ、ロットから分岐引く可能性あるから、こいつ温存か？ロットから不安定もあるんだよな。どうしようかな。ボムスイーパーブライヤー。無理やろ、さすがに。無理。まあ、前だよね。月光が差し出すか。キルリアは強いから。これだと2枚。そう。多分1回爆発すると思ったんだよ。1回爆発すると思ったんだけど、2回じゃないから。いやー、チャームがないのは効いてないね。まあ、ワンチャン引いてないけど、このハンドだったら。多分ペパーぐらい引くん、あ、これペパー1か。ワンチャン引けなかったかもな。確かに。全然。チャームあろうがなかろうが。てか、ここでチャーム引くやろ、さすがに。てか、さすがに低くない ?3 分の2やで。オッケー。まあ、そりゃそう。じゃあいいわ。じゃあ問題ない。あー、前出しは月光がいいかな。最悪エネ切っても逃げれるし。まあ、一応サナ前でもいいのか？いやー、ちょっとめんどくさいよな。サナ残しておきたいもんな。ガチグマ。ガチグマセーフ。キチキギスか。いや、音声認識もくあ、てか、サナ子サイドやん。サナサイドだから、いや、これは月光が前で合ってるか。まあ、3分の2だから 66% あるからね。そもそも今までの確率見たら、まあ、引いてくれんと困るわ。てか、チャーム光ってからこのデッキエグいな、光り方。最高だわ。22。ロットで勝ちって言いたいから、ロット以外勝つじゃないもんね、これ。ロットじゃねえ。単価かロットで勝ちよね。一応、エネ切って逃げってるとダメ感もったいないからお前までいいか。あ、でもここにダメ感乗っちゃうと、さまようるからで、めんどくせえか。ガチグマで、ラインめんどいんだよな。一応こっちか。あ、てかごめん、叫ぶ尻尾でいいじゃん。チャーム引いたから。そうだわ。叫ぶ尻尾でいいんだ。ありがとう。一応ロットうんたらかんたらがあるから、ここ切って。まあ、なんでも勝っとるやろ。3枚引けるし、あ、4枚引けるし。よっこいしょ。微妙に足らん。いや、なんか引くやろ。なんか、引いてくんないと困るんだけど。いや、ここで引かんとさ、なんじゃまごにチャーム貼れないからさ、困るんよな。マジで。オッケー、危ね。そのためのね、残したんで。チャーム、あの、ポフィンをね。バリーバリーポフィンを。オッケー。十分。やっぱ、アグロがいたやな。アグロがいた。登録してもらってもいいっすよ。めんどくさいんでエネルギーつけるの。省略してどうぞ。待つんか、お前。偉いな。俺に花を持たせてくれんのか。ま、さすがにこれ何でもよかったしね。割と何でもよかったから。ロット単価。ネスト配合。ネストはないか。配合でもよかったし。オゲイ。さすがに、ボムパルキアとボムジュベッタ以外には勝てるかな、このデッキは。てか、サーナイトは。パルキアだけがマジやばい。ほんまに。